はい我らが大好き池早大先生の話題でございますはいということでねえっと今日の池や先生、えー、炎上、えー、メニューはですね、えー、今ねちょっとなんか竹竹花,竹,、ま、ん竹,竹花高木竹なんだ竹竹花高 っていう、まあ、なんかあの怪しげな,なんかあのイ,ンフルインフルエンサーなのかな、まあ、よく分かんないけどビジネス系 YouTuber なのかなちょっとよく分かんないですけど、まあ、あのこの人がまあ経歴詐称して炎上をしてるという話だよねでね元グーグルの社員っていう肩書を名乗ってたんですが正確にはグーグルの正社員じゃなくてグ、えーグルの業務委託だったみたいな。 え、ことが発覚して、それあのー、まあ、えー、持ってました、すいません、っていうことを言って、それが炎上してるんですけれども、まあ、このね、竹花高木っていう人は、なんかちょこちょこね、なんか DM とかで、この人怪しいから取り上げてください、みたいなこと言われてたんですけど、まあ、ちょっとね、あの、そんなに興味をそそられなかったんで、まあ、ちょっとあんま見てなかったんですが、まあ、ちょっと話題になってますね。で、まあ、ちょっとね、この、えー、竹花氏本人については、ちょっと僕はもう、あの、まだ全然動画とか全く見てないんで、まあ、わからんですけど、ちょっとね、目に入ってしまってもね、これはもう触れざるを得ないということでね、 えー、この件についてねまさかまさかのね池早先生が、えー、このことについて言及して、ね、結構長めのノートをね書いてるんですよちょっとね下にリンクを貼っておくんでね読んでもらえればと思うんですが <laughs> まあとにかくだからまあなんだあのー、まあいろいろなんか池早,池早大先生がねこの竹原詞をねディスってるんですけどもまあねもう言わしてくれ言わしてくれもうみんな思ってることかもしんないけど言わしてくれ池早これ マサダケイと同じじゃねえかよ。池け池や、池けお前だけはそれを言っちゃダメだろう。マサダケイさん、今何してるのどこで何をしてるのねえ、あなたと一緒に脱車、社畜サロン立ち上げてエラテンさんにぶっ壊されたさ。ねえ ね、三桁奥への M&A だっけなんだっけ経歴差し押してないでしょ正田ダさんね。ハーチュー、ハーチュー、ハーチュー姉さんとね、三人やってつだね。脱射式さの文空中分解しちゃったね。正田圭さんとこれ、同じだよね。この竹、竹花って人。ね正田サ二号でしょこれ、言っちゃえば。ねこの、ねま、あの、あなたのね、お仲間さんと同じようなことしてる人、ね、リスっちゃっていいの池谷先生。ね池谷先生,池谷,先生池谷先生、池谷先生。みんな思ってる よあなただけはそれ言っちゃダメだってみんな思ってるよ池谷先生まあそんな感じで、ね、まあ、同じ穴のむかなっていう感じがするんですけどまあ同族テーマなのかなまあわかんないけどこれはおいしい稼げると思って書いたのかなうんちょっとすごい気合入ったねあのノート書いてるみたあるからちょっと社員書いておくようんわかんない記事の内容はねよく知らんあ,のあんま読んでないけどでもね <laughs> <laughs> あんたがあんたがそれ言っちゃったらもうブーベラグサグサでしょっていう感じでちょっと池原先生がまたネタを提供してくれたんで動画にしておきました。ってな感じでね。